よろしくお願いします。ライフサイエンス統合です。統合データベースセンターの研究員の岡本です。本日は、データベース統合の実現に向けて基盤技術開発にということで、昨日本センターのですね、片山研究員が発表された1に続いて、我々がこの3年間で行ってきたデータベースの統合で、どういうようなことができるようになってきたかということを、簡単に説明させていただきます。まず最初に今日から本日から参加された方もいらっしゃると思いますので、なんで、データベースの統合が必要なのかということについて簡単に、ご説明させていただきます。ここにいらっしゃる皆様はもうご専門家の方が多いので社会性っぽいかと思いますけれども、まずデータの爆発というものが起きています。ライフサイエンス分野におきましては特に、新型シーケンサーの威力が、強力で、この数年間で、1万倍以上のスループットでデータが出てくるような状況になっております。また、ゲノムプロジェクトというものも、世界中で、1万以上のゲノムプロジェクトが走っておりまして、その中からどん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 データが出てくるような状況になっています。そして、今 IBM の方のご発表がありましたけれども、計算機の能力も、ムーアの法則ということで指数関数的に、処理能力が増えていて、これらのものを、使って計算するようなこともあるんですけれども、そのデータを扱うのはかなりハードになってきています。でさらに、昨日の医療系の方の発表等々もありましたけれども、その計測データで、画像処理をしなければいけないような重いデータというものが増えております。で、またそれに伴ってデータが増えれば当然それらを格納するデータベースの数も増えていくわけです。現在ヌクレックアシッドリサーチという、専門分野の研究のジャーナルの中でデータベースだけを特集している出版号がありますけれども、それらを集計すると世界中では1万円以上持ったかもしれません。日本でも1000から1500以上のデータベースがそこらの出版されているだけでも確認されます。でそれ以外にもそれらを解析するようなツール群というものが、数千以上、どんどん日に日にパブリッシュされています。で、これらの成果というのは当然科学分野では論文という形でパブリッシュされるのですけれども、今、アメリカのパブメドの中には2000万歩以上の論文が確認されていて、さらに、昨今のいろいろなデータをオープンアクセスにしていこうという流れも考えまして、全文の論文がオープンにフリーで読めるというような状況になってきています。これによって、アクセスできるデータの量が膨大に増えているということが背景にあります。で、当然ですけれども、なんでこのデータベースやデータを統合していかなきゃいけないのかということなんですけれども、国内やそういう分の、としても、多額の研究費が、大きなプロジェクトで、使われて、有用な結果が出ていますけれども、それらは多くはデータの形として算出されるという状況があります。でこれらのデータというのは、一部はものすごくクリアな結果としてサイエンスに反映されてパブリッシュされることもありますが、多くはデータの形として、存在してあまり使われないというようなこともあります。また、昨今、ベーシックサイエンスでは仮説駆動型の研究というのが、昔から言われていて、仮説を立ててそれを実験で検証するということを回してどんどん真実に近づいていったわけですけれども、データ駆動型のサイエンスというものもこれらの大規模なデータをもとにしてデータの中から法則性を見出すというような、サイエンスのアプローチというのが、相互にかなり、やられるということが起きています。でその結果として、データがすごく貴重なものなので、なんとなくデータの囲い込みというようなものが起きている状況もありました。でその結果としてデータにアクセスできなかったり 分断されてしまったりするというような状況もあります。で、最近オープンイノベーションということが言われていまして、これらは、データを出した人とその解析したりとか何かを発見する人が、必ずしも違うという状況で、それによってより加速的にいろいろな、発見をしたり発明をしたりしていこうということですけれども、その際に必要なのは、一部のデータがブラウズできたり検索できたりすることだけでは不十分で、その何か別の方が解析したいときには全てのデータをまるっと全部アクセスしたい。でそれには権利関係とかもかなり複雑になっておりまして、再利用転用が自由にできる必要があるというような、ちょっとソーシャルというか社会的な、必要性みたいな
問題もあります。でこれらのことを含めてデータの統合やデータベースの統合というのが重要になっているということになります。今のことをちょっとシンプリファイ、単純化しますと、データの量が爆発していて、一部ではデータの囲い込みも起きているかもしれない。で、データの再利用性がなかなかいろいろなデータベースにこう分散していたりとか、データの信頼性とかその中身がどうなっているのか、メタデータがどうなっているのか分からなくて再利用性が低い。データベース自体も、たくさん乱立している。で、そもそもデータベースの維持というのはかなりコストの高い仕事なんですけれども、なかなか理解されないこともありまして、どんどんその掘っているとそのデータベース自体が朽ちていってしまってデータにアクセスできないというような問題があるということを我々のセンターでは、ここ数年来認識していまして、それに対して、どういうような取り組みができるかということを、考えて、それらを解決するようなことをやっています。で、どういうふうな、問題意識として我々が捉えているかというと、ライフサイエンスの分野だけに限りましても、先ほど IBM の、先生のご講演にありましたように、すごくいろいろな専門分野がありますので、どういうような問題があってどういうニーズがあるのかというのを掘り起こさないといけません。そのような観点を持っています。でまた、少なくともオープンであるデータも、収集して整理して、合わせていけるような形にしていきたいと。でそれには当然、使われている言葉であるとか、用語ですね、そういうものや、そのデータの形でそれらに使われている技術の標準化というものにも取り組んでいかなければいけないだろう。で、合わせていったデータは、見られるように可視化したり検索したりする手法も必要だろう。でこれらを統合していくのは、結構泥臭い人手による作業がいるんですけれども、それはなるべく自動化していく必要があると。で、それだけではなくて、講習会や、いろいろな啓蒙教育等をすることによって、そういうデータベースが重要であったりデータの再利用が重要であったりデータの権利が重要であるというようなことや、データベースの使い方やそのツールの使い方といったようなものも啓蒙していくようなものが必要だろうという、このような感じの、問題意識を持ってそれぞれに対して手当てをしていくということを行っています。で今の、問題をざくっと大きく3つにこうまとめますと、大規模なデータが出ている、そこになんとか手当てをしながらそれを、基盤的なインフラストラクションの技術を開発しながら、手当てしていく。そして、そのデータを理解するときには、いろいろな自動で内容を理解しなきゃいけないので自然言語処理等も使っていこうというような、このような大きな3つの枠組みを念頭に、我々は技術開発を行ってきました。でそれぞれのところは大まかに言ってどういう方に対して、リーチした使っていただいたらいいかなというものを考えておりまして、例えば大規模なデータでしたら、例えば生物学者の方に、それぞれの専門分野のところにお伺いに行ってどういうことがありますかとか、直接それらを整理したら使っていただけるのではないか、またいろいろなデータや技術を標準化することによってデータをさっと取れるような感じになれば、計算機を使って生物科学をやってらっしゃる方に、かなり使っていただけるのではないかということ、またそういう文献などからいろいろな情報を取り出すような技術は、昨今データベース等を作るときに、キュレーターというような職業の方もかなり国際的には認知されてきていますけれども、そのような方をサポートできるのではないか。でこれらを合わせて統合していく過程で、データベース管理者であるとかデータベースを開発する人に対してサポートできればいいなというふうに考えております。でそれぞれのところに対しまして、我々はこのようにかなり大規模なサービスを開発しております。本日はちょっと時間も限られておりますので、これら全てをご紹介することはかなわないのですけれども、このようにそれぞれのパートのところで、いろいろなサービスを提供することによって、今挙げたような課題に対して、処していくということを行っております。それぞれの、サービスに関しましてはそちらのポスターに、ほとんどのものが出ておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。で、今の3つの問題を処理していくというプロセスに置き直してみますと、例えば、このようになります。データや問題をやニーズを収集してそれらを標準化して
まあ、データ出てきた問題とかデータなどを連結して、でそれらを、まあ可視化したり検索したりするというような感じで、解決し、それらを回していくことによって全体的に統合が進んでいくだろうというふうに考えられるんですけれども、今のようなサービスはそれぞれ、まあ、このように分けた時にもそれぞれの場所に対してどのようなものが手当てできるかということをバランスよく考えながら、開発しております。でこのようなプロセスを経ていく過程で結果的に、まあ、生命知識の統合と発見ができればいいなと考えているんですけれども、本日はその中の、まあ、一例としまして、この統合ゲノムと統合スタンザというものを使って、これらのように個別のニーズやの拾い上げ、そして標準化連結で検索可視化ができたときに、まあ、どのようなことができてくるかということに関して、ご説明させていただければと思います。まず、統合ゲノム統合スタンザのシステムについて、簡単にご説明させていただきます と、これは、基盤となるゲノム情報を集積してデータベース化したものです。まあ、いわゆるゲノムデータベースですけれども、特徴がございまして、まあ、多様なデータに、まあ、ユニークな ID が振られているますのでおりますので、いろいろなデータを連結することが可能です。これは昨日詳しい説明は、研究の片山から行われましたが、セマンティックウェブ技術というものを使ってユニークな ID を振っております。でそれらをゲノム情報の座標に基づき集積しております。でその時に使われるデータや、その制御語彙であります、統一された言葉は、世界のインターナショナルな開発会議であるバイオハッカーソンというものを元に開発されています。で、さまざまな検索機能、例えば絞り込み検索、カセット検索でありますとか配列検索や ID 検索を備えております。そして、外部から再利用可能な形で、生物学のイミリュードごとの、可視化のパーツを用意しております。それを統合スタンザと言っておりまして、それらは、外部でデータベースを作っていただくときに簡単な、1,2 行のプログラムを書いていただくことによって再利用できます。で、これらのスタンザを組み合わせることによっていろいろな、閲覧したい視点ごとにフレキシブルなレポートを作成することが可能になっております。まず最初にさまざまな検索機能ですけれども、こちらは統合ゲノムの検索機能の一つであるファセット絞り込み検索ですが、ここはオントロジーという知識の概念構造を持ったものを使っていろいろ絞り込んでいくことができるようになっております。例えばここの部分ですと、その生物がどこに住んでいるかという環境の言葉を使って、まあ、温泉に住んでいる生物だけを絞り込むというようなことができたり、まあ、どのタクソノミー、どういう、系統の生物かということやタンパク質の機能などで絞り込んでいくことができて、ここに逐次それらの、結果が出てきます。そしてその結果で絞り込まれたものはExcel 形式でダウンロードしていただくことができます。またライフサイエンスでは、塩基配列等で配列検索するというのはよく行われていることですけれども、このような、塩基配列での、検索は本センターの、ゲゲゲノムという、超高速なオンメモリーの検索アルゴリズムによって検索していただくことができます。このようにそれぞれ作られている、サービスは裏で、API を介して連携して、シームレスに使っていただけるような感じでご提供している部分もあります。でまた、このように ID マッピングとして、ある、この統合ゲノムで使われている ID から別のデータベース、ユニプロットであるとか NCBI であるとか、例えばまたタンパク質機能の ID、プロテインファミリーの ID みたいなものに対してパッと変換するような機能も持っておりまして、あるタンパク質の中に含まれているタンパク質機能の一覧をパッと取るようなことが可能となっております。でその例えば、どういう生育環境に住んでいるかというようなレポートページ、生物がどういう生育環境に住んでいるかというようなレポートページは、まあ、このような、感じの視座ごとにレポートにまとめられておりまして、それは、一つ一つはこのようなスタンザという、再利用可能な意味単位の粒度の可視化が行われておりまして、例えば生育環境においては6つのスタンザからどういう場所に住んでいるかとか、どういうその環境のものなのかといったようなものの説明になっております。
で、それ以外にも生物種が12スタンザで構成され、生物種に関する情報が12のスタンザで構成されており、遺伝子に関する、情報も13のスタンザによって構成されております。これらはそれぞれ生物であったり、遺伝子の、必要な情報というものを全て組み合わせることによっていろいろな視座で、レポートを提供することができます。まあこれ以外にも、例えばこんな見方がしたいといったらこれらのパーツを組み合わせることによって別のページを作ることが可能になっております。一つ一つ少し詳しく見ていきますと、例えば、生育環境のレポート、生物がどういうところに住んでいるかというものをまとめているものですと、例えばこれはフレッシュウォーター、淡水に住んでいる生物が、このゴールドというゲノムの、プロジェクトのデータベースの中で303生物種が、淡水に住んでいるというようなことが一見してわかります。それらの詳細のものはこのように下にあったりします。こういうような、パーツというのは、我々だけではなくてそれぞれの専門知識を持った方と共同で連携で開発しておりまして、例えばこのような環境のレポートページは、統合化推進プロジェクトの、微生物ゲノムメタゲノムの、グループである東工大の黒川先生のグループと、一緒に共同開発させていただいております。で、可視化としては例えば淡水に住んでいるものはこのように地図上にマッピングするような可視化をして、どこにどういうものが住んでいるかみたいなものが一列して分かるようになっております。また、このどこに生育しているかというような、オントロジー、地域階層も開発しており、それらの階層構造によって例えばフレッシュウォーターの上のもっと水全体に住んでいる生き物だけ全部取っていきたいみたいなものをこのようにブラウズしながらサッと取るようなことが可能になっています。で、生物種のレポートページでは、生き物の名前をはじめこのようにちょっとミススペリングで表記が揺れているようなものを含めて全部入れておりますので、検索の時に、いろいろ表記揺れも含めて、対応できるような形で提供しています。それ以外に、今までにあまりなかったこととして、情報としまして、その生物がどういう培地で育っているかというような、ケミカルな情報等も整理してこのように、再利用の形で可視化しておりますので、このような、情報に基づいた検索も可能になるかと思います。また、その生物が住んでいるその場所であるとか表現系、何度ぐらいのところに住んでいて pH がどれぐらいなのかで、顕微鏡が好きなのか、どういう温度が好きなのかといったような生き物自体のメタ情報も、整理する形で連結して入れておりますので、このように、別の可視化としてある、温度域のところで、住んでいる生物種が、どういうゲノムサイズと関係しているかというようなビューも、このように探索的に、見ていただくことが可能になっています。これは遺伝子のレポートページですけれども、遺伝子のレポートページは、当然必要な遺伝子の情報以外にも今見ましたように遺伝子のタンパク質機能ドメインを選択して、どの生物種かというようなものを表示しつつ、その遺伝子が含まれているの生物はどういうところに住んでいるのかみたいなものをパッと色分けして、今まで見られなかった視座で、解析するようなのをざっと見ていただくというようなことが可能になっています。で、このような、統合ゲノムと統合スタンザの機能を使いまして、解析のちょっとユースケースをちょっとご紹介させていただきますと、今回光合成細菌についてちょっと簡単な解析を、ご提示します。光合成細菌は、モデル生物で酸素発生型の光合成の生物なんですけれども、さまざまな生物学的な特徴があります。形でありますとか生育場所、窒素を固定するしない等の、特徴を持っています。で、このような生き物を、統合ゲノムのシステムで、絞り込んでやります。まず最初に、淡水に住んでいるシアノバクテリアといったようなものを絞り込みますと、ここに130万件あるデータの中からさっと1万2000件のデータが絞り込めて、それをダウンロードすることができます。で、その、絞り込んだタンパク質の情報を、タンパク質の機能ドメインに変換してまた取得してやることにより、このように、光合成細菌の中で淡水に住んでいるものと海水に住んでいるものの遺伝子セットというものと、その中に含まれているタンパク質の機能のドメインというのが
簡単に取得することができます。でこの後は、比較ドメイン解析比較ゲノムの解析をするわけですけれども、今得られたようなデータセットを使ってどういう生物種にどういう感じの機能ドメインが、プロファイルとして存在しているのかというのをクラスタリングしてやるなどすると、例えばこの A のところには、かなり多くのいろいろな、機能ドメインが重複して見えるであるとか、C のところは1つしか持ってないものがあるであるとか、 E のところはあるものは持っていてあるものは持っていないといったような、比較ゲノムのプロファイル解析ができます。で例えばそれで A のところに注目しますと、この機能ドメインではどうやら、淡水の住んでいるものと海水に住んでいるもので、タンパク質機能ドメインの重複が、違う形で起きているというようなことが見えてきます。でこれを、データを淡水に住んでいるものと海水に住んでいるものを2群に分けて、淡水に住んでいるもので重複が大きいようなものを取るような解析をしてやると、例えば、トランスポーターや膜に関するようなもの、信号伝達に関するもの、メタボリズムに関するようなドメインが、淡水に住んでいる光合成細菌で重複しているというようなのが分かってきます。でこれはその実際、例の一つですけれども、リン酸化による信号伝達によるタンパク質機能ドメインが、淡水のものでのみこう増えて重複しているというような、ものが見えてきます。でこれは、今のものを機能的に図示したものですけれども、何か外界の情報がインプットしてそれがリン酸によって伝達されてアウトプットとして例えば転写制御などが起きるようなドメインが、淡水酸性の光合成バクテリアの機能ドメインだけで増えているということが、今のような解析から分かります。でこのように、表現系タンパク質 と、遺伝子みたいなものをつなぐような解析のデータセットがさっと取ることが可能になっております。従来ですとこのようにゲノム情報からタンパク質の機能ドメインを取って、生物学的な特徴の情報をフィルターしてデータセットを作るというときには配列を取得してプログラムをセットアップし実行し、それぞれの生物の文献を読んだりしてデータを、作りそれらを統合してデータセットを作るというかなり、大変なステップがありましたけれども、今回の統合ゲノムでは絞り込み検索を2回やって ID 変換をしてダウンロードするだけで、それぞれのいろいろな視座で解析するためのデータセットを簡単に作り出すということができますし、途中にいろいろ探索的に見ていただくことができる可視化を用意しておりますので、これによってこの辺が面白いんじゃないかなというのを探りながら面白そうなデータセットを作っていただくことができます。でこのように、今は統合スタンダード統合ゲノムをまとめましたけれども、それ以外に我々は、例えば、人体の、3D のモデルでありますとか、発現解析の、データを整理したサービス等々も、開発しており、また、それぞれの個別の研究者の方からそれぞれの分野でどのような、問題があるのかといったようなことをヒアリングしながらデータを標準化して連結するというものを、全てバランスよく行っておりますので、このような過程を通じて、全体の統合が進んでいるというふうに考えられます。でこの先に、知識発見や、知識の統合というものが、行われていくというふうに、考えております。以上です。